80、はい、80ですね、はいはい、あのシリーズ2の前のモデルになります。これが、32万番台そうですね、ですね、はい、見た感じというかこのご覧の通りだいぶやっぱもうサビが出たりしてるような状態なんですけど、そうですね、あの本当にやっぱりさすが80というか音が、なんていうんですかね、この吹いてて楽しいです。結構この80はですね、はい、あのセブンにちょっと近いなっていう感じがします。あのセブンほど太い音は出ないんですけど、はい、なんか吹いた感じがですね、このボーっていうのがすごく得意で、ちょっと音ダークなんだけど丸い感じ、はい、あのセブンのなんですかね、セブンのちょっと軽めの個体みたいな感じがしました。吹いて面白いですよね。あの80もね、結構やっぱ境目だからですかね、あのいろんな80吹かせてもらうと余生がすごく分かれるんですよね、80って。で、あのよくあるのが明るめの音が出て軽い感じ、よくそれは言う、ね、はい、私よく言うと思うんですけど、ヤマハに例えるとシリーズ2が、シリーズ2のジュビリー前が、あの初期型が875とか、で、あのそれに比べて80が 82Z みたいな気がするって、うん、ちょっと軽い感じがするんですよね、うん、で、音が若干明るめっていう印象なんですけど、これはあのシリーズ2の初期モデルにすごく似てます。音が中低音域が太くて丸い感じだけど、なんかこのボソボソっても吹ける、かすれた感じも出せるのが、あのちょっとセブンっぽいなっていう、面白い個体ですよこれ。そうですね、吹奏楽とかよりはやっぱジャズな感じですね、ちょっとダークな感じ。そうなんですね、うん、これ面白いです。あれですかね、このサビが出てるせいもあんのかな、そういうもんですかね、そういうもんですかね、なんか、うん、パリっていう明るい音よりも、はい、丸くてダークな音、丸くて太い音って感じですね、はい、フラセル彫刻みたいですね。いや、これフラセル彫刻ですよ。あ、80に同じですか。80もシリーズ2もフラセル彫刻ですよ。あ、そうなんですね。ああ、そういう意味ね、あのフラセルアメセルって言ってるフラセル彫刻って、はい、マーク6から、はい、ジュビリー前のシリーズ2まで続いてますよ。あ、そうなんですね。同じ彫刻ですよ。あの凝ってますけどね、最初の頃の方がだんだん簡略化していくんですけど、ジュビリーの前まではこの彫刻です、このデザインですよ。シリーズ3も勉強になった一つ。この辺があれですね、あのシリーズ2初期型と同じ、なんか10円のギザ10みたいな、はいはいはい、ちょっと太めの接合リングですよね、はい、この太めの接合リングっていうのが結構音に関係してるような気がします。いろんなメーカーのいろんな個体を吹くことですね。へー、うん、ここがだんだんどのメーカーも薄くなっていくんですよね、このリングが、うん、薄い、幅が狭くなる、幅、いや、あの薄さ、あ、はい、で、そのなんていうんですかね、同一加工っていうか、はい、もうなんか一体型になってるようなのも最近は多いですよね。リングとして綺麗に分かれてるんじゃなくて、はいはい、一応形はリングっぽくなってるけど、もうなんかこの本体と一体成形になってる、この接合部っていうのも多いですよね、最近は。ヤマハのエントリーとかは確かそう。そうですね、ヤマハのエントリーとかもそうだし、あのシリセルマもジュビリモデルとかはだいぶもう一体型みたいな感じですよね、ここがね。ということで、これはすごく楽しいです。はい。これもしっかりパンパイプさんに。これも楽しい。はい。そうですね、これもパンパイプさんにしっかりと調整していただいてますので。はい。はい、
今回はあの3本仕上がってきたんですけどね、はい、さっき解説した YS62S 初期型と、はいはい、あと柳沢の A902、 そしてこの、AT の3本をとりあえず今回は仕上げていただいたんですけど、はい、今回の3本どれも面白いですよね。言ってましたね。なんかどれも捨てがたい。三本とも面白い。まあ、いつも素晴らしい出来なんですけど、うん、なんか三本ともなんですかね、同じ傾向で面白い感じっていうかな。なんか吹けば吹くほど、吹き手によってこう変わってくれる感じがあるんで、どういう風に吹こうかなとか、どういうような吹き方したらもっとしっくりくるのかなみたいなのを。こう試しながら吹くのがすごく楽しい3台ですね。音作りに向いてる3台ですね、今回の3台、ということで AT です、はい、32万番台です。